ございます。こんにちは。こんにちは。視聴者なんですけれども、はい、最近のですね、はい、漢方に関する事件なんですけども、あ、何の事件ですか？日本郵政の漢方に関する、あ、漢方の、はい、事件なんですね。で、それで、あ、はい、で、そのことを聞きますとね、その、はい、漢方に関するその不正の行動について NHK で報道したんですね。で、その後に郵政の方からやめてくれという電話、経営委員会の方にかかってきて、で、経営委員が NHK の会長に対してやめてくれという話をして、で、それに従ったと。で、しょうがなく NHK の現場も従っているという内容なんですけども、で、これはもう、大変なことだと思うんですね。で、日本国民としてこんなことを許していたらどうにもならないと言いますか、困ると思うんですね。で、私はもう NHK は、はい、現状でも聞いていないんですけども、料金を払ってるんですけども、一切聞いてないんです。そういうような悪い話をたくさん聞くので、NHK は一切聞いてないんですけども、でも私は自分のことを振り返ると、そういうような不正をしている放送局に対して、資金的な援助を私が行っているっていうことは自分自身を許せないんですよ。ですから私に対しても、放送、視聴料の請求はしませんという、そういうような証明書って言いますか、そういうものを私の方に送ってほしいんです。受信料を解約したいということでしょうか？いや、解約っていうんじゃなくて、はい、こんなことは許されないことですよね。こういうような不正を行っている公共放送に対して、それの資金援助を一人の国民が行っているっていうことは許さないことですよね。だってそれは悪に手を染めるっていうことですから、それは許されないと思うんですよ。ですから、そうは言っても法律的な問題もあるので、NHK の方から私に対して、もう結構ですと、あなたの言う通りなので、もう結構ですというような、そういうようなレターをください。受信料のお支払いはですね、はい、受信料を設置しているお客様にはですね、はい、繰り返しこちらからは受信料のお支払いというのは NHK としてはお願いしておりますので、その受信料を設置、そうは言ったって不正が行われているわけですよ。その不正が行われている公共放送に対して我々国民がお金を払うということは不正に手を貸すっていうことですよ。そんなことは国民はできるわけがないじゃないですか。そうでしょう。お客様のおっしゃることは分かりましたけれど、はい、こちらでは番組の窓口でございますので、これ以上のお話お受けすることができないんですけれど。そうですか。で、そうしましたら、そちらの、NHK の中のそういうような、部署に連絡を、取りたいんですが、直接のですね、取り次げる部署というのは設けておりませんで、ご意見お問い合わせはこのお電話で受けております。受信料に関しては営業では受けておりますけれど、うん、受信料 のお支払いをお願いしておりますの でこちらではお客様、それでしたら、それからご意見、はい、そうです、ご意見であれば経営委員会宛にメールかお手紙をいただけますでしょうか？今日のこういうような内容というのは簡略な形でも経営委員の方に伝わるということはないんですか？いただきましたご意見はそのまま記録取っておりますので、直接担当には伝えます。
あとはお客様ご自身で経営委員会宛てに直接にですね、はい、手紙かメールをお受けもしております。あ、そうですか、わかりました。じゃあ、はい、少しですね、私も自分のその、はい、作戦を考えてみたいと思います。はい、はい、どういうふうにわかりました。はい、今日いただきましたご意見は伝えます。そうですか、わかりました、はい、お願いします。受けたまりました、はい、ありがとうございました、はい。